ブジオワールドです。今日はですね、車載動画のいわゆる車窓動画ですね。一度だと車窓、ちょっと毎回噛んじゃいますけど、車窓動画ですね。一度ちょっと、こういう車窓動画を撮ってみようかなと思って、ちょっと今回、こんな感じで、撮ってみました。今日はちょっと、雪が若干ちらついていますけど、今日も積もらない感じですね。タイトルの方は、愛車の車窓からという感じでタイトルをつけようと思います。で、あとですね、車の方なんですけど、まだね、何もつけてないんで、全てがドノーマルですよね。数十年前だったかな、マツダのデミオンに乗った時に、あれはマツダスピードバージョンで、外観とかあと足回りぐらいですかね。スポイラーとかとアイラインとか、マフラーとか、サスペンションかな、足回りあれぐらいしか変えてなかったんですよね。あやくどっかで事故ってお茶人になりましたけどね。あの時はもうほとんどバカばっかりやってたんであれなんですけどね。今回ムーブは、内装は、この間から言ってるように、サイバーナビとか、あと LED とかつけたいですね。ちょっと今考えてはいるんですけど、もうちょっとお金があったら LED とかもいろいろつけてたんですけどね。いろいろ全部込みでやってたら、おそらく300万以上はつけましたね。ついでに買い物とかもしようかなと思ってます。別に大した買い物はしないんですけど、いつもの感じの買い物ですよね。
今日はどんなんですかね、この車窓動画っつう感じの動画は。まあ、たまにはいいんじゃないかなとは思うんですけどね。みたいな感じの撮り方でもいいんですけど、ただちょっと撮り方を、まあ、撮り方というか撮影の仕方をちょっとパクったらちょっとあれかなーいうのもあるんですけどね。ですね、テレビで外国の方で、BGV とかで、車窓の映像となんか BGM がやってたんで、しかも外人の女性が手振ってたという感じの映像があったんですけど、まあああいう感じなんですけどね。まあ一通りはないんですけど、まあこういう感じで撮ってます。次回は左側映そうかなと思います。
ぱりなんか右側を映さないと対向車が映んないですね。今日は左でっていうことで、はい、左じゃねえか、右か。失礼します。